え？うん、薬の効果は間違いなく消えたはず。まさかさっきの拒絶反応はもともと薬に惚れていたから、それ以上惚れようがなく引き起こされたものだったとか。レンタロウ！はい。お願いだから薬と付き合ってください。土下座告白？大好きすぎる。もう超好き。薬と同じくらい好き。何でも言うこと聞くからお願いします。どうか。いや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 、そんな頭を上げて。昨日の。ああ、そうか。口移しの時に薬の効果を打ち消す薬を、薬も少々飲んでしまったのだな。薬の効果？これが薬の本当の姿なのだよ。不老不死の薬の失敗作の影響で普段はあの姿だがね。ラスボスみたいなもん作ってた。こうして元に戻れるのは数十分だけなのだよ。ああ、ちなみにああ見えて薬は3年生の科学部部長だ。え、先輩？まあこの姿は視力も落ちるし髪も邪魔だし、実験にはあの姿の方が都合がいいのだよ。あの子が先輩で、昨日のあの人で、運命の人で、それってつまり。こちらこそお願いします。土下座告白返し。わあ、とっても嬉しいのだよ。え、この姿であの距離感なの？やば。あ、そういえばおむつ替えなきゃ。そのビジュアルでおむつの話。